本気で痩せたい人の夜の習慣をお伝えします。あなたはこんなことないですか？そんなに食べてもないのに最近なんかこう太ってきた、または食事に気をつけている割にはなかなか痩せていかない、そんなことがもしあるとしたら、もしかするとあなたの夜の習慣が原因かもしれません。そこで今からお伝えするこの動画のお話をご覧いただきますと、あなたの夜の過ごし方ですね、習慣を変えるだけで痩せることができるんです。その解決策をお伝えしていきますね。まず、その痩せるためにはあなたの腸内環境が良いことがもう大前提なんです。腸内に痩せ菌と言われる善玉菌がいるわけですから、やはりそこをですねしっかりと改善していってあげることがもう一番のダイエットの近道なわけですね。でその腸ではどうやってこう元気にしていけばよいのかというところに、睡眠です。夜の過ごし方が深く関わっているんですね。では詳しくお伝えしていきます。まずこの腸内環境を良くするためには、夜に働くその副交感神経がとってもそのよく働いてくれないとダメなんですね。でこの副交感神経というのは、あの自律神経の、リラックスする神経ですよね。スイッチがこうオフできてこうリラックスできている状態の、時なんです。でこの時にその腸のですね、あの MMC という、運動があるんですけれども、あの電波性消化管収縮運動と言います。この MMC が働いてくれているおかげで、あなたのその腸内環境、普通こうデブ菌と言われるですね、悪玉菌をその殺菌してこう退治してくれるこう作用がですね、この運動にはあるんですよね。ですが逆を言いますと、例えばあなたがいつもこう睡眠不足であったり、もしくはもうすごくこうストレスがかかっていて、この副交感神経の逆ですよね、交感神経といってそのスイッチオンの状態がこう常に続いてしまうと、この腸の動きがこううまくいかないわけです。この MMC の運動がうまくいかないわけですから、たとえそのあなたが食事を気をつけていたりですね、運動していたり一生懸命努力しているのに、この悪玉菌が増えてしまうわけです。イコールデブ菌がお腹の中で増えるわけですから、それはですねもういろんな努力がこう水の泡に、なりかねないわけですよね。そこでこの MMC をこう活性化して、寝てる間にあなたの腸内がこうきれいに大掃除してもらえる工夫が5つあるんですよ。その解決策をお伝えしていきます。まず1番、夕食ですね、晩ご飯ですは寝る4時間前までにもう食べ終わってしまいましょう。そうすることでその腸がですね休ませることができますから、結果その副交感神経も優位になってくれるわけですよね。2つ目、入浴です。お風呂もですね実はすごく大事なんです。あなたはいかがですか？こう最近暑くなってきたり、もしくはその、忙しくてですね、ああもう面倒と思ってこうついついシャワーとかで済ませたりしていませんか？例えて言うならシャワーはですね、例えばこうフライパンでお肉焼きますよね、軽くジュジュッと、であのステーキとかでもいいですよ。で外はちゃんと熱が通って、色がついてるのに、中はこうレアですよね、軽く焼くと。そんな状態なんです、あなたのお体が。何かというとその腸はですねレア状態ですから、冷えたまま全然その温まっていないんですね。そうすると腸の動きがピタッと止まります。冷えってすごく良くないんですよ。で逆にコトコト煮物です。湯船に浸かることでコトコト煮物を炊くようにじわじわーと中まで火が通りますよね。それと同じであなたの腸お腹もですね、湯船に浸かってあげることでこうじわじわーとですね温まると、この腸がですね生き生きと動き出してくれるわけです。ですからこの季節ですね、そんなにその熱いお湯じゃなくていいんですよ、ぬるめでいいです。しかも水落ちから下の半身浴で良いので、ゆっくりとやはり湯船には浸かってください。そうすることであなたの腸が元気になって、結果悪玉菌が抑えることができて、その善玉菌、
イコール痩せ菌を増やすことができるんですよ。でこれもですね、ポイント、寝る2時間前までにはお風呂を、入り終えてくださいね。で逆にちょっと余談ですが、ここで熱いお湯、お好きな方いらっしゃると思うんですね。いかがですか、熱いねお風呂気持ちいいと思うんですよ。熱いお湯が好きという方、いらっしゃるんですけれども、例えばですね、その熱いお湯にこう腰痛がある方とかですね、入ると痛みが増します。なぜかというと、この逆、交感神経が優位になってしまうんですね。せっかくお風呂に入ったのにスイッチオンになってしまうわけです。スイッチオンになってしまうと痛みが増したりもしますし、またこうやる気スイッチが入ってしまって、腸がこう動きにくくなってしまいますから、気をつけてくださいね。なのでやはり腸をリラックスさせる目的であったり、体にこう痛みがある方っていうのは、熱めの、お風呂お湯というのは良くないですよ。逆のぬるめの方があなたは本当に早く楽になることができますし、痩せる、近道にもなるわけです。では3つ目、ブルーライトですね。スマートフォンであったりパソコンであったり、こういったブルーライトは寝る1時間前までにはもう使うのをお休みしましょう。そうすることで先ほどの副交感神経を優位にすることができます。いつまでも寝るギリギリまで見てしまわれると、スイッチオンのですね、交感神経にまたピンとスイッチを入れてしまうことになりますので、寝れなくなってしまう、または睡眠の質がガクッと落ちてしまうわけですから、結果腸が動かなくなって、太ってしまう原因にもなるんですよ。では4つ目、寝る前に自分を褒めましょうです。これはですね、何と関係しているかと言いますと、ストレスなんです。ストレスが強くかかっていらっしゃる方、また長期的にかかっていらっしゃる方というのは、副交感神経がすごく、弱ってしまって、その逆の交感神経がすごく優位なパターンが多いんです。そうするとなかなかリラックスできず、体も緊張したまま寝るわけですから、こう全然回復ができないわけなんですね。もちろん腸も動かないですよ。でそうすることで寝る前にこうあれこれ考えないということですね。逆に何をしたらよいか、ご自分を褒めて差し上げてください。私一日本当によく頑張った、あれもできたこれもできたって、どんどんですね、プラスの部分を見つけて、ご自分を褒めてから眠ってください。で私も毎晩してます。本当今日もね、よく頑張った、もうよくやったって、あれもできたこれもできた、できたことだけね探すんです。できなかったことは思い出さなくていいんですよ。できないこともいっぱいありますよね。いいんです、それは抜きです。できたことだけ、プラスのことだけ思い出して、自分をどんどん褒めてあげる。もう自分自身で自己肯定感を上げるわけです。他人に求めない。他人に求めるとですね、辛いですよ。期待しますからね。期待が裏切られた時にもっとストレスになってしまいますから、期待しない。ご自分のことはご自分で褒めて、自己肯定感をアップさせていきましょうね。私もしています。では最後5つ目、寝室ですね、寝る環境大事です。はうっすらとこう周囲が見える程度の、照明が良いですね。お好みもあると思いますけれども、やはりこ うっすら真っ暗闇というよりは、こ うっすらと、周囲が見える程度の照明が良いと言われておりますので、上手に、アロマとか焚いてみてですね、さらにリラックス効果作られると良いと思います。さあいかがだったでしょうか。このお話で、あなたご自身と、そして周りの大切な方々の、ために、ぜひぜひどんどんシェアして差し上げてください。そしてこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。